その、たまたま、さっき、打足さんのツイートの関連に、コウスケのツイート出てきて、なんだっけな、おもろかったんだよな。その前に、彼女作らなきゃな、みたいな。てめえ、どんだけおめえ、どんだけ女に飢えてんだ。あいついいよな。あんな人気者なのに、女にモテねえってところが好きだわ。キヨのペットって呼ばれてんの、コウスケ。え、コウスケ、キヨのペットって呼ばれてんの。でも、コウスケ実際モテてるでしょ。俺ね、多分、コウスケモテてないと思う。だってさ、いろんなこと聞くじゃん。いや、俺も言われるよ。女の子とかの話で、うんこちゃん好きだよって言ってくれる人絶対いるじゃん。で、モコウもいるじゃん。ナブ、キヨ、レトルトもちろんいるじゃん。ガッチマンいる、牛沢いるじゃん。誰しも、ワコウいる、ピーピーいる、ツアースいるじゃん。コウスケ、一人も見たことね、もう俺、コウスケ好きっていう人。後ろにキヨの影を見てると思うわ、俺。俺、コウスケファンゼロ人説をここに提唱します。水曜日のダウンタウンに俺持っていくわ。最俺のコウスケにファンが一人もいません、つって。誰しも後ろに器用の幻影を見てる。俺は思うね。これは。だからこそだぞ、コウスケ。これ悪口言ってんじゃねえ。コウスケ、だからこそ。だからこそだぞ。なあ。だからこそ。はははは。前コウスケに会ったことがあって、一応写真撮ってもらったんだけど、後で消したもん、ほらな。ファン一人もいねえじゃねえか。冷静に考えると、まあ、いらねえな、つって。そこがいいじゃん。別にあいつはアイドルじゃなくていいじゃん。あいつこっち側だろ、絶対。そんなさ、あいつもめちゃくちゃ出た。一人くらいそういう気違いでいいだろ。あいつだってサイオレにいらねえじゃん。あいつ脱退しろよ、サイオレ。おい、脱退しろよ、おめえや。サイオレ。脱退しろよ。一人でやってけよ、お前。元サイオレみたいな。YouTube ライブ2000人も集めるんだ。おお。ごめん、じゃあ勘違いしてた。コウスケファンゼロ人説。説立証ならず結構いたわ。まあでも1950人ぐらいもしかしたら清めやったけど、その時のコメント見て、今日清はいな、何してんのみたいなコメント絶対あるよな。俺昔ニコ生でさ、コウスケがさ一人でニコ生やってんの見てたらさ、今日清何してんのっていう コメントに切れて、あいつなんか一人でなんか精神病んで手首切れそうになってたぞ、あいつ。俺はどうせおめえらさ、そうやって言ってさ、俺をさあれしてさ、みたいな。あいつ手首切りかけてたよ。俺初めて囲ったもん。いや、大丈夫だよって。お前、面白いよって。そのおもろいは女の可愛いと時入れて、ここだけまでおもろいだろ。あいつあんなに人気あんのにファン一人もいねえっておもろいだろうがよ、それ。それ、ガンガン自分で言っていくべきだろ。みんな俺の視聴者全員キヨのこと好きなんだけど、みたいな。キヨのペットじゃねえかとか言ったら全然、男バーってどうなんだこいつおもろいなってなるだろうがよ。お前、ツイッターのフォロワーとか俺の5倍ぐらいいんだぞ。絶対、コウスケの女はキヨのこと好きだね。俺はマジガンとして譲らないから。コウスケに女は一人もいねえ。絶対俺はそう思う。俺の方が多い。あいつ最俺なのに俺より女は少ねえと思うわ。全員キヨ目当てだと思う、俺は。俺はな。俺は譲らない、そこは。キヨ無理だから、コウスケ行っとくか、みたいなさ。キヨ無理だけど、コウスケ行けんじゃん、多分。あいつ女たらずよく女で炎上するしさ。キヨ絶対無理じゃん。もうガッチガチじゃん。周り、もう無理じゃん。近寄れねえじゃん。だから最後に一言言わせてくれ。だから、まず、もう結論出すよ。階段みたいに降りてくんだよ。キヨ行くじゃん。無理じゃん。ツイッターのリプも返してくんねえじゃん。富士行くじゃん。無理じゃん。バンドで人気だから、ヒラ行くじゃん。無理じゃん。最後の、その、一番、支えてんだよ、あいつは。屋台骨だな、最俺の。支えろ。お前は。とにかく支えろ。お前が支えてるんだぞ。なんかコウスケなんかのサイオレ崩壊する気がする。俺なんか人気上がりそうな気がするわ。コウスケ脱退しましたみたいな感じで。
お、マジかって、誰か新メンバー入れましょうつって。オーディションしてほしい。もう言わないから許してくれ。俺朝の変なテンションで今、コウスケのことディスってるけど、俺好きだからな。コウスケ、俺の言葉信じろ。あいつ意外とセンス当たってるからね。うんこちゃんがこの前放送でこんなこと言ってましたよね、みたいなこと言ってくるから。一応心にもない援護をしておく。